マイリー・ローソンは、イギリス・スコットランド出身のソプラノ歌手である。入滑する大学、英国王立・スコットランド音楽院を経て、ギルドホール音楽演劇学校に学んだ。在学中より同じく、ギルドホールで学んだ、ホルテピアノ奏者、オルガトベルスカヤとの共演で、フランツ・ヨーゼフ・ハイドン、ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、フランツ・シューベルトの歌曲集を歌い BBC ラジオさん、 に出演するなど活躍を見せ、トベルスカや、レイチェル・ポッチャーなどとの共演のハイドンの、イングランド・スコットランド・ウェールズ歌曲集で、CD デビューを果たした。ソリストとして、レザール・フロリーさん、ガブリエリコンソート・プレイヤーズ、スコットランド室内管弦楽団、イングリッシュ・ナショナル・オペラなどと共演し、活躍を続けている。レパートリーは多岐にわたり、バロック音楽作品から、 現代作品まで幅広く、2017年には、スティーブン・ウィルキンソン歌曲集の録音に参加した。現在、母校である、ギルドホール音楽演劇学校古学科で、古学生学と古典派音楽の教授を務めている。古学の専門家として知られるが、実際の演奏会などでは、古典派、ロマン派作品であっても、モダンピアノと共演することも多い。ありがとうございます。